皆さん、こんにちは。現在連日報道されているジャニー喜多川氏の性加害報道、これが世に出るのを防ぐためか、ジャニー喜多川氏が生きていた頃は退所したジャニーズタレントは徹底的に芸能界から排除されてきました。その中でも最も理不尽な被害を受けた元ジュークボックスで活躍した吉本昭弘さんについてご紹介いたします。皆さんはジュークボックスを覚えているでしょうか。ジャニーズ事務所に所属した結成当時5名のグループです。もっともそこからメンバーはどんどん入れ替わっており、ジュークボックスよりメンバーの入れ替えが行われたグループはジャニーズ事務所にはありません。メンバー構成は実に13期に及びます。ジャニーズ事務所では元祖ジャニーズがデビューして解散、次にフォーリーブスがデビューしましたが、すでにこの頃から事務所には後のジャニーズジュニアと呼ばれる予備軍たちがいました。ジュークボックスの名前はもともと1969年初頭頃からジャニーズジュニア全体に対する別称として使われていましたが、同年末に選抜メンバーによって正式にグループ化されることになりました。ジャニーズジュニアの中からアイドル雑誌の人気投票上位者を5名絞った小谷純さん、円谷博之さん、吉本昭弘さん、近藤勝さん、行田和彦さんがジュークボックスとなったのです。現在元ジャニーズジュニアに所属していた方々が次々と性加害を告発していますが、もちろんジュークボックスも性加害を受けていました。その様子を暴露本にてメンバーの小谷純さんと柳瀬かおるさんが綴っています。お二人はご自身が受けた性被害しか詳細に綴ってはいませんが、メンバー全員が性被害を受けていたと読み取れる文章もあり、まず間違いなく吉本昭弘さんも被害を受けています。小谷純さんは退所後は俳優として、柳瀬かおるさんは歌手として活動していましたが、どちらの活動もうまくいかず暴露本の出版に至ったようです。表舞台に立つ職業はすぐにジャニー氏の目に留まるため、成功例はほんの一握りとなっています。しかし一方の吉本昭弘さんはプロデュース業に力を入れてきました。ジャニー喜多川氏の目に留まることなく2013年には芸能事務所を立ち上げています。しかし2015年9月9日事件が起きました。中堅芸能プロダクションパレットの社長を務めていた吉本昭弘さんは元従業員の男性 A から現金を脅し取ったとして恐喝の疑いで警視庁駒込署に逮捕されました。当時駒込署の説明はこうでした。 A は事務所を退職後の14年6月 AKB48 のメンバーだった篠田真理子を携帯電話会社の CM に起用してもらうための仲介を吉本に提案したものの、契約は成立しなかった。このことから吉本は A に対して交渉の手数料を弁償しろと迫り、暴力団との関係をちらつかせながら現金56万円を脅し取った。パレットはかつては国中涼子や満島ひかり、国分幸子や宮本真希、三浦亮介らが所属するなど俳優系の事務所として知られてきました。社長だった吉本さんは温厚な性格で人当たりも良いことで知られていました。もちろん業界内での人脈は広く信頼も厚かったようです。それだけに吉本さんの逮捕は業界内を駆け巡ったことは言うまでもありません。ところがその逮捕はまともな取り調べもないままに検察判断で留置不必要となり、12日間勾留されたものの嫌疑不十分で不起訴処分となりました。しかしその間警察は吉本さんの逮捕を鬼の首でも取ったように発表したため、テレビのニュースや新聞などでは連日報じられました。吉本さんは当時をこのように振り返っています。腰縄に手錠という屈辱感、さらには様々な媒体での報道によって業界内での評判はズタズタになった。そう振り返るが、一体どうしてこうなったのか、どういうことなのか、吉本さんの口により直接事情が語られています。警察発表では A が元従業員となっていますが、実際には従業員でも何でもなく単に事務所に出入りしていただけで、今回の事件の発端は A から私に NTT コミュニケーションズの CM に篠田を起用したいと相談してきたことなのです。私は A と篠田の事務所との橋渡しをしてやったのですが、
A の失態から契約が途中で頓挫してしまった。契約上のこともあって A は篠田の事務所に対して違約金を支払うことになったんですが、半年過ぎても支払うことができなかったんです。すると A から今度は金を貸してくれるところはないかと相談してきたので、やむなく私の知人を紹介し頼んであげたのです。しかし借りた金ですから返済するのは当然です。ところがこともあろうに A は返済を棒引きするために私から恐喝されていると警察に訴え出たのです。しかも暴力団とつながりがあると言って、全て見え透いた A の狂言、私に言わせれば明らかな詐欺行為。しかもそこには駒込署の担当刑事も絡んで A にでっち上げさせた疑いもあるんです。私には暴力団とのつながりなんか全くなく、実際には2万円の返済しかなかったのに、警察は捜査も何もせずに、私が気づいた時には56万円の恐喝事件に仕立て上げられてしまったのです。単に私は橋渡しをしただけで、 CM 契約には全く絡んでないし無関係。あえて言うなら金銭面で困っていたので知人を紹介しただけでした。にもかかわらず A は私と金を用立てた知人に脅されてるように見せかけた。理解しがたいのは、そういった事情を説明に駒込署に行ったらいきなり逮捕ですからね。事前の取り調べも一切なし、要するに通常逮捕ではない。私に対しては人が良すぎるという声もありましたが、恩をあだで返すというのはこのことですよ。吉本さんの警察に対する不信感は他にもあります。逮捕の映像をテレビ局にリークしたのも警察だと言います。逮捕され移動する際、誰かが映像用のカメラを回していたので気にはなっていたんですが、まさかその映像がテレビ各局に回っていたことを知った時は正直言って驚きました。吉本さんは不起訴処分で釈放された後、各メディアを回り事実を説明し名誉の回復に努めたものの、どこも冷ややかだったそうです。嫌疑不十分で不起訴となったわけだから、結果的に事件になってないわけだからとなだめられ、遠回しに報道を拒否されてしまいます。釈然としないですよ。そもそも今回の事件というのは嫌疑不十分じゃない、嫌疑なしです。明らかに不当逮捕なのですから、と吉本さんは憤りを隠せない様子でしたが、こういった事件は実態をつかむのは難しいのも事実です。世間的には吉本さんの単なる言い訳だろうと言われかねません。いずれにしても理由はどうであれ、逮捕されたらその後いくら不起訴になっても社会的に被るダメージは大きいのは間違いありません。名誉を回復するのは並大抵のことではない、至難の業かと思われます。事実吉本さんは自分のためにタレントには迷惑をかけられないと判断し、所属タレントを他の事務所に移籍させ、事務所のパレットは業務を停止しました。 A は事件をうやむやにしたかったのかもしれないが、許されるものではないという吉本さん、業界内でも孤立無援となっていた吉本さんは A を相手に裁判することを決意、名誉毀損と債務返済を求め東京地裁に提訴しました。公判は十数回にも及びました。吉本さんは借用書やメールを含め知りうる証拠、さらには第三者による証言などを積み重ねました。その結果 A は虚偽の事実を認め、裁判所を通じて謝罪し和解を求めてきました。裁判所は暴力団関係者とのつながりはなく、両者の間に恐喝事件はなかったとし、 A に対しては解決金の支払い義務も認めました。吉本さんは社会的信用を失い、仕事を失い、タレントを失ったこの2年の歳月を考えると、和解という結末には釈然としませんが、一日も早く名誉を回復するためにと裁判所の勧めに応じたとした上で、今後については任意の取り調べもない中で不当に逮捕し、さらにテレビや新聞などに情報を垂れ流し続けた、警察の手法も正していかなければならないと話していました。裁判では一つの決着がついたとはいうものの、一度失われた名誉の回復にはまだまだ時間がかかりそうですが、ジャニー氏は亡くなり、事務所も連日の性加害報道で慌ただしくなっている今、吉本明宏さんは復帰への光明を見つけ出せるかもしれません。今後の吉本さんの動向に期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。